結核、結核、結核とは、マイコバクテリウム属の細菌、主に結核菌により引き起こされる感染症。結核菌は1882年にロベルト・コハホによって発見された。日本では、明治初期まで肺結核は、老害、老害、老害と呼ばれていた。現在でも多くの人が罹患する病気で、後発部位は肺であるが、全身の臓器、器官に感染し、 顕著な症状を呈している、位名の前後に、結核を付け加えるなどした呼び方により細分化される、排血、肺外結核、カリエス参照。世界保健機関によると、結核は、HIV の次に、死者の多い感染症であり、2013年には900万人の患者が発症し150万人が死亡した。結核による死者の95%以上は、 低中所得国であり、それらの国々では15から44歳女性のトップを死院に入る。フーは2017年にも1000万人が新たに結核と診断され、160万人が死亡したと推定している。このままでは国際連合が持続可能な開発目標 SDGS で掲げる2030年までの結核流行収束達成が難しいとして、 各国の対策強化を求めている。また世界では50万人の例から14歳児童が結核に感染しており、2013年では8万人 HIV 陰性が死亡した。また、HIV 患者はリスクが26から31倍となり、HIV 患者の4人に1人は結核で死亡している。感染様式は結核菌を含む 飛沫核の吸入による空気感染で、結核患者からの咳、くしゃみ、唾より感染する。世界人口の3分の1が、結核菌に感染しており、毎秒の単位で感染患者が発生している。近年は、多剤体制肺結核や、超多剤体制が問題となっている。結核患者の分布は均一ではなく偏在し、多くのアジアやアフリカの国では、 約80%の人が結核の感染イコール発病ではない検査で陽性を示すが一方アメリカ合衆国では5から10%が陽性であるのみ出るアメリカ合衆国で毎年2万5千人が新たに発生しその40%が結核の流行地域からの移民であると推定されている世界保健機関は2010年3月18日 従来の薬による治療が極めて困難な超多剤耐性結核の感染が2010年3月時点で世界58カ国で確認されたと発表した。XDR 結核の感染者は推定で年間2万5000人に上るとした。また、XDR を含めた薬による治療が難しい多剤耐性結核の感染者は8年で年間44万人。 死者は15万人に上ったと推定した。2013年の MDRTB 感染者数は48万人に上る。日本では2000年以降も毎年新たに2万人程度が発症し、2010年の統計では人口10万人あたり18.2人と世界保健機関の結核中万円国に該当している。厚生労働省によると2016年は 1> 約1万8000人が新たに罹患し、人口10万人あたり13.9人、約1900人が死亡した。厚労省は2020年東京オリンピックまでの低満炎国、罹患者が10万人あたり10人以下以降を目指しているが、困難な情勢である。結核は、抗酸菌群に属する、マイコバクテリウムトゥーバーキアロシス、人型結核菌、エムボビス、 牛型結核菌、M アフラキャナム、アフリカ型結核菌等結核菌群によって起こるが、日本の結核は主に、M トゥーバーキアロシスによる。なお、マイコバクテリウムトゥーバーキアロシスの読みは、日本細菌学会編の微生物学用語集には、ラテン語読みに順じて、マイコバクテリウムツベルクローシスと記載されている。正しくは、ミュコバクテリウムツベルクローシストゥーバーキアロシスは、 英語風に、トゥバキュローシスと読まれることもある。空気感染が多く、肺などの呼吸器官においての発症が目立つが、中枢神経、髄膜炎、リンパ組織、血流、俗流結核、皮能生殖器、骨、関節などにも感染し、発症する器官も全身に及ぶ。結核菌は、様々な器官において、細胞内規制を行い、免疫システムは、 結核菌を宿主細胞ごと排除しようとするため、後半に組織が破壊され、放置すれば重篤な症状を起こして高い頻度で死に至る。肺結核における激しい肺出血とそれによる滑血、またそれによって起こる窒息死がこうした病態を象徴している。感染者の大半は症状を発症する場合は少なく、無症候性、潜伏感染が一般的である。 ただし、潜伏感染の約10分の1が最終的に症状を発症し治療を行わない場合、発病者の約半分が死亡する。結核菌がこのように最も病原力の強い細菌の一つである。原因は、などによる。結核菌は細菌を殺す人間の主要な免疫細胞である。マクルファージ、食細胞の中で繁殖できるという。 極めて特殊な気候を持つ。この気候は、結核菌が、マクルファージのリソソームとファゴソームの融合を阻害する、能力を持つことによる。ただし、それでも、大半の正常な免疫能力を持つ健常者では、T 細胞の助けを借りて、マクルファージごと細菌を殺して封じ込めるため、無症状か軽い症状で済むが、免疫能力の劣った人間には、重い症状が発症する。 肺結核は呼吸器疾患で日本における感染者の80%は肺への感染である。当初は全身倦怠感、食欲不振、体重減少、摂氏37度前後の微熱が長期間にわたって続く、就寝中に大量の汗をかく等、一食い的であり、外装、痰は伴うことも伴わないこともあり、また血痰を伴うことがあるが、 疾患の進行に従って健在化する。抗菌剤による治療法が確立する以前は、不治の病と呼ばれていた。スベルクリン反応、インターフェロンガンマユーリ試験、顕微強化での病原体の検出、拡散増幅法、画像検査などの検査方法がある。口述の通り日本では、BCG 接種が義務であるため、欧米より信頼性が乏しい検査となっている。 それでも、発赤 20mm 以上、高血 10mm 以上の、共陽性の初見は活動性の結核感染を示唆する。中等度陽性は、特に結核の診断の可能性を高めるものでも、低くするものでもないと考えられる。免疫不全患者や悪性リンパ腫などでは結核に、関する免疫関与が成立していたり現在、結核菌感染あってもツベルクリン反応が陰性に、 なり、アネルギーと呼ばれる。この検査は、血液を結核菌特異的なタンパク、ESAT-6 及び CFP-10 で刺激し、結核菌特異的 T 細胞の酸性するインターフェロンガンマの酸性量を見ることで、結核感染を診断する検査法である。PCG や非結核性抗酸菌感染の影響を受けず、感度89%、 得意度98%と報告される。検査時には、検体の温度管理を行う必要がある。採血から搬入までの時間10時以内。搬送温度は、摂氏摂取17度から摂氏27度。また、数時間から一両日で検査結果を出すことができると、されている。また同様の原理の T スポット、TB 検査も用いられる。QFT 並びに T スポットは、 インターフェロンガンマユーリ試験と総称される。拡散増幅法として、リアルタイム PCR、拡散増幅とキャピラリ電気営動を組み合わせた PCRCE 法として、ミュータスは抗 MTB がある。また、拡散検出法としては、DNA、RNA ハイブリダイゼーション、アキュプローブ法、DNA、DNA ハイブリダイゼーション、DDH マイコバクテリアなどがある。 他に迅速診断法として、キャピリア TB タンパク検出法がある。核炭マツ検査、ジール、ニール戦染色は、核炭中の抗酸菌の有無を呼び、肺菌量を見る検査であり、まず行うべき方法である。また、蛍光マツ検査を利用することもできる。なお、結核を疑った患者から、最短を行う場合は専用ブースを用意し、採集する。これまで、 核単中の排菌量は、ガフキー号数で表記されてきた。新結核菌検査指針では、検出菌数を1、2、3で表すこととなった、は、ガフキー1号、1は2号、2は5号、3は9号に相当。トマツ検査では、結核菌か非結核性抗酸菌かの同定は、できない。菌の同定及び、薬剤耐性を調べるには、核炭培養検査を行うが、 結核菌は培養による繁殖が遅く、3から6週間必要で早期診断には適さない。早期診断には、核炭の結核菌 DNA の PCR 法が有用である。感度、得意度が高く、日本でも普及してきている。ただ、PCR 法は、至近でも DNA を検出することがあり、陽性になることがある。のボルや、 TBLB、狂気管支配性検も診断に有用である。胃液検査は培養のみが検査に適するので、早期診断に有用ではない。血液培養をする場合は専用のスピッツが必要である。胸水がある場合、胸水培養で結核菌が陽性になるのは25%未満である。胸膜性検が必要である。 多彩な像を呈するため肺結核は画像のみでの正確な診断は困難である。核炭検査や血液検査と共に総合的に診断する。かつてはストレプトマイシン炭剤の投与で効果があったようだが、現在は薬剤耐性獲得の危険があるため炭剤での治療は行わない。現在ではイソニアジド、リファンピシン、ピラジナミド、エタンブトール、または ストリプトマイシンの4剤併用薬物療法を行うべきであると考えられている。他に、デラマニド製剤、デルティバも使用される。結核菌はこのそれぞれの薬物に耐性を持つものが存在するが、イソニアジド及びリファンピシンの2剤に耐性を持つ菌は、多剤耐性結核菌呼ばれ、治療に難重することがある。一度発症した場合は、6から9ヶ月の投薬療法が、 一般的である。治療を正確に完了した場合、再発率は5%未満である。しかし、治療中断により、結核菌に耐性ができ、集団感染することが問題となっている。そのため、特にストリートやホームレスの住人に対して、確実な薬の服用を目指した、直接監視化患期化学療法の実施拡大が求められている。肺結核は、 空気感染が起こり得るため、背筋のある、結核患者は感染症予防法、感染症の予防及び感染症の患者に対する、医療に関する法律により、不圧設備のある、結核病棟への入院が義務付けられる。医療従事者は、N95 マスク、FFP3 マスクを装着する必要がある。患者の搬送は最低限にすべきであるが、どうしても必要な場合は患者に、 通常のマスクを医療従事者に N95 マスクを装着し、窓を開けるなど換気に留意する。核単中の背筋のない、ガフキーレ号患者は強制入院の対象ではない。結核性髄膜炎は、アキュー性髄膜炎の間別の一つである。心筋性、梅毒性、癌性髄膜炎との間別を要する。頸部手粒の間別の一つである。感染症による、 反応性リンパ節主張や、腫瘍性、サルコイドーシス、猫ひっかき病、組織急性死性リンパ節炎、菊池病、自己免疫性リンパ節炎との鑑別を要する。診断は、針吸引による細胞診、戸末、培養、PCR による、リンパ節成検が必要なこともある。治療の第一選択肢は、肺結核と同様の薬物療法である。 先進国では稀である。発熱、寝汗、疲労が数週間から数ヶ月続く。心脳水の止末、培養による結核菌陽性率は低い。心膜性腱による肉芽種の証明や培養、PCR は診断を確定するが、侵襲性が高い。多部位における結核菌の証明によって診断を推定するのが一般的であると考えられる。 治療は、肺結核と同様の薬物療法。しかし、収縮性侵害膜炎を、後遺症として残すことがある。腸結核は、結核菌が引き起こす腸炎のこと。典型的には、開剖部に起こり、クローン病との鑑別が問題となる。ただしその他の、どの部位も侵されうる。大腸が侵された場合は、海洋性大腸炎との鑑別が重要。 無菌性脳尿の原因の一つ。漆喰菌を発症する。尿培養にて、結核菌が証明される。治療法は、肺結核と同様である。慢性腹腎不全の鑑別の一つ。特に結核症の頻度が高い地域では、慢性腹腎不全の主要な原因である。自己免疫性腹腎不全、ウォーターハウスフリードリクセン症候群、高臨脂質抗体症候群、 工業小薬の使用による、両側腹腎出血、転移性腫瘍など鑑別は多岐にわたる。骨盤痛と骨盤主流を生じ、発展途上国に多い。骨盤内炎症性疾患ピドの鑑別診断の一つである。結核性脊椎炎は別名ポット S 病とも呼ばれる。治療には、抗血核薬を12から18ヶ月間用いる。結核性関節炎。 慢性関節リウマチ、慢性化脳性滑膜炎、色素性重毛結節性滑膜炎、滑膜症骨軟骨首症などの疾患では滑膜に炎症や腫瘍形成を生じるため、これを切除する滑膜切除術が行われる。これにより頭痛、主張などの局所症状を改善し、関節破壊の進行を防ぐ。関節軟骨、 軟骨下骨質に炎症が波及しない時期に行うものを早期滑膜切除とし炎症の波及後に行うものを晩期滑膜切除術とするが早期の方が機能的予後が良好であるこのカテゴリーに属する疾患は病巣に結核菌が証明されるのが最大の特徴である従って感染力があるトゥーバー・アキアラドカテゴリーに属する疾患は病巣に 結核菌が証明されない。発症基準としては結核に元来過敏性を有している人が結核菌に感染した際、血行性に結核菌や菌が分解された後の産物など、散布されて皮膚に到着。それに伴い様々な皮膚病変を発症する。細菌アレルギーによる多形腎出性後半や心菌アレルギーによる白線腎と同様の基準で発生する。 結核アレルギー性皮膚疾患とも言える。スベルクリン反応はほぼ100%陽性である。なお、かつては、顔面波種上属流星狼オ層オも結核心として加えられていた。結核の特徴である、寒落絵種を組織所見で確認できるためであったが、結核の合併が少ないこと、スベルクリン反応陰性例が多いこと、さらに結核が減少しているにもかかわらずこの疾患は、 増加していることなどから、現在は肉芽種や雑草に近い疾患の位置づけになっている。酒作用、結核心も同様の理由で除外されている。バザン高血性後半では非結核性の症例も比較的多く報告されている。治療は、新生皮膚結核、結核心とも肺結核に準じた、高結核剤による治療が行われるが、丸山ワクチンによる治療も行われる。 また尋常性狼草、皮膚異母上結核、バザン高血性後半では、紫外線症者や副皮質ステロイドの局所注射が、高血核剤との併用で行われる場合もある。高血核剤が無効の場合や皮膚染病では、外科的な治療も行われる。予防策として、b c g ワクチンの接種があるが、その実施状況は国により異なる。 ワクチンを接種するメリットは、小児の結核性追膜炎と、俗流結核の頻度を優位に減少させることにある、有効性80%。しかし、成人の結核症を減少させるという根拠はない、有効性50%。一方でメリットとしては、スベルクリン反応を陽性化させてしまうため、結核の診断が遅れることにある。 また新生児へのワクチン接種は結核リスクを増加させるためよく議論を行うべきである。b c g ワクチンの接種は日本では実施されている。アメリカ合衆国では行われていない。ヨーロッパ諸国では行われている国もあるが、フランスなど中止した国もある。英国では10の14歳少女へのルーチン接種は推奨されなくなった。 結核菌の頻度が低い地域では BCG を行う。メリットは低く、むしろデメリットが大きいと考えられる。中止したスウェーデン、旧東ドイツ、チェコスロバキアなどは、中止後小に結核が増加した経緯がある。かつて、日本では、まずツベルクリン反応検査を行い、陰性反応が出たもののみに BCG ワクチンを接種していたが、2005年4月1日に、 結核予防法が改定され、ツベルクリン反応検査を行わずに全員に接種する形になった。なお、日本では2007年3月31日をもって、結核予防法が廃止され、結核については感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、感染症法で二類感染症に指定されて、同法の適用を受けることとなるとと,ともに、 感染症法6条3項 BCG ワクチンの接種については予防接種法昭和23年6月30日法律第68号で定められることとなった。医師は肺結核を診断した際は院内感染防止のため病院スタッフに対して速やかに通知すべきである。また患者と同じ家屋内で生活する者に対しスクリーニングを提供すべきである。 中国全漢時代のミイラから結核にかかった痕跡が確認されている。日本では、青や上、寺地遺跡、鳥取市で出土した弥生時代中期の人の背骨に結核の跡があり、朝鮮半島の島に埋葬されたほぼ同時期の人骨にも結核の跡がある。日本古病理学研究会会長の鈴木隆夫、オビ美林大学教授は、結核は中国から、 朝鮮半島に広がり、トライニンを通じて、日本列島に上陸したと推測している。2019年2月4日、鳥取大学の岡崎健次らの研究チームが、中国、上海の甲府林遺跡で出土した、女性人骨から約5000年前の結核発症の痕跡を発見したことを明らかにした。東アジアでは、最古の結核症例という、 人骨は埋葬された20から30代の女性のもので2010年に出土した184体の人骨を分析する過程で発見した。特徴的なのは背骨の胸椎と腰椎の一部に結核が原因で骨が溶解、融合する病気、脊椎カリエスの症状が認められた。結核は縄文時代の日本列島では未確認で研究者は 弥生時代にト来したと考えられており、今回の発見は、結核はこの地域から稲作文化とセットで日本にもたらされた可能性を示唆するという。研究内容は、米国の学術誌、インターナショネルジャーナル・オブ・ペイリア・ポターラジーに発表された。かつて、日本では、結核は国民病、亡国病とまで言われるほど猛威を振るった。第二次世界大戦後になって、 結核予防法、昭和26年3月31日法律第96号が制定され、抗生物質、ストレプトマイシンを用いた化学療法の普及などによって著しく減少した。日本で最初に結核に関する統計調査が行われたのは1899年、明治32年である。 同年の日本の人口1万人あたりの死亡者数は15.29人であったが、対正時代にかけて徐々に増加し、おおむね20から23人の間を上下した。1934年、昭和9年に、結核で死亡した者は13万1525人であり、患者数は131万5250人となっている。これは全人口の2%、 当時の受精体あたり一人の割合で患者がいる、計算であった。日本の原因疾患別死亡者数の割合と順位では、結核は1900年は2位、1910年は2位、1920年は3位、1930年は3位、1940年は1位、1947年から1950年は1位。 1951年から1952年まで2位、1953年は4位、1954年は3位、1955年から1956年まで4位、1960年は7位、1965年は7位、1970年は8位、1975年は10位、1980年以後は10位未満である。集団生活が基本であり、 集団感染の危険が高い陸海軍でも、結核には非常に気を使い、徴兵検査では特に厳重な胸部検査をし、さらに陸軍主管学校などでは、たびたびツベルクリン反応検査をしたり、寝台は頭と足の向きを交互にするなどして対応していた。三島幸夫は日本軍の徴兵検査には合格したが、招集される数日前に、 母親から移された風を軍医が結核と誤診し、即日帰境となるなど、兵役逃れに厳しい国家でも、呼吸器系の病気が疑われる者は、安全を考慮して入隊させないなど、厳重な水際対策が行われていた。治療法が未発達だった時代には、結核が原因で早期に退役した者も,も多い。兵役中に結核を発症した場合、 軍隊で結核にかかったなどの悪評が広がることを防ぐため、配信順や、六幕縁などの、ぼかした表現を使うことも多かった。アメリカ軍では、結核で退役した者にも、負傷者と同じく軍の病院の利用、大学への進学補助、障害年金の支給もあった。また、第二次世界大戦では、感知した者が、アメリカ本土で勤務する軍属などして、 徴兵されることもあった。ロバート・ A ・ハインラインは、1929年に海軍兵学校を卒業し入隊したが、結核により1934年に退役、アメリカ軍の施設で治療を受けるも、障害年金が少ないため困窮し、職を転々とした。また、感知していたため、1943年から技術士官としてアメリカ海軍に復帰している。 死亡率が高かった頃は、病名、結核はあまりにも、直接的で人々の口に出しづらかった。このため学名のトゥーバーキアロシスから、医師は診療録に TB と記した。また、ドイツ語読みが当たり前であったため、テイベーと言いな表した。ここから出発して、一般人も、テイベーと呼ぶことが多かった。現在でも医師同士の会話などでは、テイと呼ぶこともあり。 また略語としての TB もしばしば使われる。予防法や治療法の発達により、かつてに比べると大幅に減ってはいるものの、日本における結核発症者、死者数は近年横ばい状態にあるが、先進国中でも高い水準にある。これは日本が諸外国と比べて湿気が多く、結核になりやすい気候条件であることが最大の理由である。加えて、 第二次世界大戦前後は衛生面で劣悪だったことも感染に拍車をかけた。今後さらなる高齢化により患者数が再び増加に転じる恐れが強まっており、これを食い止めるため厚生労働省や結核予防会が結核予防の啓発活動を進めている。日本での結核感染率、発病率、死亡率の著しい減少の結果、 結核の危険性に対する国民の関心が低下しているので、厚生労働省は結核は過去の病気ではないというスローガンで、大阪府も結核は過去の病気でも、老人の病気でもないと注意を喚起している。日本での2010年の新規登録患者数は23,261人、罹患率は人口10万人、対18.2、 結核死亡者数は2100人であった。患者のうち高齢者の占める割合が高く、70歳以上は51.2%、80歳以上は29.7%であった。結核は、公費負担医療の対象である。2009年、平成21年3月18日、当時の天皇陛下が、第60回結核予防全国大会において、青年期に結核を患い、 特効薬によって一命を取り留めたことを述べた。その約半月後、芸能人における発症例、ハリセンボン、ミノははるかの発症以来、数ヶ月経過での精密検査結果があり、法律に基づいて隔離入院となったことが報じられた。またその際、本人が結核に気づかず、多くの者に結核菌を感染させた可能性があるとして、 芸能事務所が注意喚起したのは、もちろんのこと、各区保健所のレベルでは、対応が難しいとして、東京都福祉保健局が専用窓口を設けて、対応に追われる事態となった。また、医療機関による見落としが原因の集団感染も、発生している。2010年に、小徳学園中学校、高等学校で教職員と、生徒計35名の結核感染が判明した。 体調不良を感じた生徒が医療機関を受診したものの医師が胸部レントゲン撮影を行わず結核に気がつかなかったことが原因該当生徒は複数の医療機関を受診し5つ目の医療機関でようやく肺結核に罹患していることが判明したが数ヶ月間にわたって背筋している状態で投稿していた肺結核に罹患している場合胸部レントゲン撮影をすれば 画像に影が映るため、読みシーンで簡単に見つけることができることから、東京都福祉保健局は、レントゲンを取らずに、結核の発病を見ようとした医療機関は、猛省してほしいと述べている。この事態を受け、東京都福祉保健局は、都内の学校と医療機関に注意喚起の通達を出すとともに、該当校の教職員と生徒に対して、レントゲン撮影と、 血液検査を実施したり、保護者や生徒への説明会を実施したりした。また、学校側は、教頭や、養護教員、スクールカウンセラーによる、健康相談室を設置し、長引く咳などの症状がある場合、申し出た上で、指定医療機関を受診するよう生徒に呼びかけている。2009年10月、池田市立五月山動物園の日本自家が結核で、死亡し、 臨時救援に追い込まれた。野生の鹿はもちろん、牛、ネズミ、モグラなど結核に感染する動物は多い。2011年3月2日、タレントジョイが東京都内の病院での精密検査で肺結核感染の疑いが出たため入院、居住地である渋谷区保健所も調査を行った。療養のため活動休止していたが、6月13日に退院。 この闘病経験からストップ結核パートナーシップ日本の大使に任命されている。2012年7月9日に東京大梅病院で78人が肺結核に感染、10人が発病、3人が死亡したと東京都が発表した。結核、特に肺結核は老害と呼ばれ、古くから日本に多く見られる病気の一つであった。 特に、明治期には、国民病と言われるまでに罹患者の多い疾病であったため、近代以降の文化史に強い影響を与えている。当時はほとんど打つ手のない死病であり、この病によって、若くして、命を落とす人が少なくなかった。結核患者は、熱のため、頬が赤く、目が大きく潤み、痩せて、肌は白くなるため、悲劇性や、運命の非常さ、世の無常、 あるいは非操作を伴う美的感覚を感じさせる。また、滑血症状が古くからの血を吐くまで恋や悩みに苦しむという言い回しに重ね合わされて捉えられたことなどから小説や映画の中では発行の最始歌人の病気として描かれることが高た。時代劇においては用心棒などを務める剣豪に指揮を悟った凄みをまとわせる演出上の設定としても使われた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。